your feelings take you far away. Don't you know what's doing this to you? どうした？うお、でかい、これもでかい。よいしょ。うお、やばい。うお、ちょっとか。ちょっと変なとこに落として、やばい、キャッチできるか。来た。おいです。いや、いたいた、こういうとこにもいるんだ。見てこれ、丸のみ。四角い霞っぽいバスですね。よう跳ねたし、よう引いたわ。これよかった。松井智博、バスポンドオーナー兼店長、ルアーデザイナー、そしてトップウォーターアングラー。ザッパー、ウェイト 20g、 発泡樹脂素材のダブルスイッシャー、ただ引き、首振り、すり抜けと操作しやすいバスポンド定番ルアー。石積みの内側を攻める。よっしゃ、よっしゃ。でかい、これもでかい。うおお、ちょっとやばい、これかー、やばいかー、やばい。うわー、マジで。ネットをちょっと変なとこに落として、やばい、キャッチできるか。来たー。はい、イエース。いやー、これも霞本国クオリティいただきました。いやー、やばいと思ったわ。見てこれ、丸のみ。よかった。釣れたの？ボソッと持っていく感じだったけども、この石組みと木の角ですね、まあ大きさ以上にこのとにかく引きの強さ、カヤックにもうぶち当たってますからね、これ。まあとにかくこれネットで救おうと思ったらネットを落としちゃって、ちょっとねドタバタしたランニングには結果的になってしまったんですけど、最後はジャンピングしてネットインしましたからね、これは面白かったです。四角い本校バスですね。ほんとスモールポイントにいました。ここの霞ヶ浦の釣りっていうのはもう成立する楽しさがあると思いますね。とにかくいい魚が増えてます。7月初め、霞ヶ浦、スノヤワラ。この日は雰囲気を変えてスノヤワラエリアを試しに行ってみました。もう雨も上がってしっかり太陽も出て、完全にもうドピーカンです。ウッドザッパーですね。若干小さく、単純なただ引きというよりも、まあやっぱ首振りすり抜けただ引き、その辺をまあそつなくこなせるということでウッドザッパーをチョイスしてます。もう伸ばすはもう釣れませんね。おほほ、ちっちゃいけど、シュボって今バイト気がついてなかった、俺今。まあまあサイズはね、かなり、沈膜になっちゃったけど、いや一応真っ昼まで嬉しい。ヒットルアーはウッドザッパー、足際のシェードにバスはいた。
ザッパーのウッド板、カヤックにぶつけて 50m 四方を釣れねえって言ったらすぐ釣れました。そんなもんです。はい、ありがとうございます。